俳優の上木隆之介30が主演を務める NHK 連続テレ小説乱漫』ま月土曜前8.00土曜は一週間ぶり返しは15日第54話が放送された話題のシーンを振りる以下ネタバレ U 朝ドラ通算108作目日本植物の父と称される牧野富太郎をモデルに江戸期から昭和の激動の時代を生き抜き 明るく、花と向き合い続けた、主人公、牧野万太郎の生を描く。脚本は NHK、流行官房、群青領域、旅屋岡、李なども手掛けた、注目の劇作家、長田育恵。新木の朝ドラ出演は2007年前期、どんの晴れ以来16、ぶり2作目。初主演となる。男性主人公は20年前期、る、久保田正隆以来3年ぶり。 第53話は、万太郎、新木、コレスケは、石板に、自らの手で、植物画を描いて印し、し、ついに植物学雑誌が完成。田辺教授、金目淳も、の出来栄えを認めるが、徳永助教授、田中哲氏は、田辺の言葉に、違和感を覚える。その夜、牛鍋で雑誌創刊を祝った後、万太郎と、竹尾、子孫淳、大畑夫婦に、 奥田英二、鶴田真由に一戦一代、依頼。万太郎から釣り書きを受け取った大畑は、超、切って、白梅堂へ向かおうとし、という展開。他の帰り際、万太郎は、植物学会の学会誌300部を持ち、手来る。学校の野々宮、亀田義明は、牧野君んは頭、中で植物をしっかり掴んでいる。だからこ、拡大したり、別の角度から見てみたり、 自由自、なんです。画家の絵じゃありません。これは職、学者の絵ですと万太郎の絵を絶賛。しかし、他は、なかなかいい雑誌じゃないか。監督者とし、嬉しいよ。君に任せてよかった。日本の植物、が、やっと芽が出たと世界に知らせるいい木、だろう。私が雑誌を思いついたからこそ、こう、手形になったわけだ。学会誌にしようとい、のは私だろ。よかったじゃないか。 マキノ君。私、雑誌作りを許したおかげで、こうして見事咲くことができたじゃないか。万太郎の手柄を横、利する田辺の発言に、教室内の空気が凍り、万、郎以外の表情が曇った。田辺は再び裏の顔。SNS 上は、あ、手柄取ろうとしてるまさか手柄を横、利されるんじゃ、優しい目。逆らわない万太。偉すぎる。 横取りしようとする田辺と、その辺は頓着しない万太郎。こりゃ、研究室は万太に傾くなあ。万太郎、大人の対応、雑誌に、田辺京への謝辞をしっかり入れてる。万太郎の下、傘、謝辞に、偉大、なる田辺会長の名前が入るから満足なのよね。利用されているふりし、利用してる、だろう万太郎、田辺教授と、徳永助、樹の好感度が、 ガラッと入れ替わったなあらの声が続出。不安や心配も広がった。